失敗しましたけどね、止まっちゃったんで。いや、今の2人の見解ですね、はい、私はちょっとスタートするときにアンティストライトもあるんですよ。あ、そうですね、レッセグルね、アンティストライトもしてます。はい、ビッグハッキーの坂ですね。おっと、え、どこ行くの、どこ行くんですか。わからん、フェンスの向こうに回っちゃいましたけども、あと撮影ですよ、撮影、撮影するんですね。ここでまさかあの F1 と一緒にミカさんが自撮りしたらちょっと笑っちゃいますけどね。あ、ちゃんとあの自撮りではなく、自分あのちゃんとマシンの走行を撮ろうと。あ、この辺りが F1 ドライバーですね、やっぱりね。あの静かはね、だから去年のね、ハミルトンがドライバーがね、1周目のストレートの開けっぷり見ました。全開ですよね。楽しみにしてるかな、ね、でも大丈夫なのっていうぐらいでですね、怖がらずに開けていきましたね、はい、あと強いな。さあ、コーナーでは若干慎重な雰囲気もありますけども、ストレートでも上げていきます、ジュリアーノ・アレジ。さあ、最終コーナーご注目ください。V 型8気筒みたいな、ね、注意した方がいいよ。今日お父さん慎重です。お父さん慎重ですね。ジャガレスさんはなんか噛み締めるかのように乗ってる感じもしないでもありません。いや、それにしても昨日お父さんが7速までね決めたっていう話があったじゃないですか、はい、もう堂々とジュリアーノ選手はやってくれてますね。いやー、もう楽しくて仕方がないでしょうね、まあ、それだけ母さん、はい、あのやっぱりこの F1 マシン最新のものっていうのはジュリアーノこうやってすんなり運転できるドライバビリティの素晴らしさっていうのもあるんでしょうかね、やっぱりね。まあ逆に言うと、だから、はい、あのシステム的に、まあ、トラックしてもらっ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 てもら電話してるんですか、どなたか、ええ、とイベント中に電話してますか、はい、きっと今 M1 走ってるよ鈴鹿ねって誰か電話してるんですね、はい、出ない。ああ、向こうは夜かもしれませんね。明日は昼間か、昼間ですか。いやいや、朝8時、朝8時、あ、起きてないかもしれない、日曜日ですけどね。さあ、戻ってまいりました。堂々とこのミハイル・シューマッハが帰りました。フェラーリ 248F1 のアクセルをフラットアウトしました、ジュリアーノ・アレジ。すごい、本当にすごい。これね、ちょっと彼がね、うわ、めっちゃ嬉しそうな目してます。めちゃくちゃ嬉しそうな目してます。カメラさん、どうぞどうぞどうぞ寄ってください。めちゃめちゃ嬉しそうな目をしてます。ちょっと河合さん、僕今めっちゃ鳥肌立ってるんですけど、もう本当にそっくりそのまま F1 ドライバーのなんか入れ立ちで今降りてきましたね。はい、じゃあそしてジャンナ戻ってまいりました。やはり僕は H パターンがしっくりくるということで F187 をドライブされました。ジャンナ・アレジさんに大きな拍手お願いします。メカニックの方、日本人なんですけども、日本語で車のフィーリングを今、ジュリアーノは伝えています。これね、本当にあの今、フェラーリのね、あのドライバーとして彼やってますけどもね、あの今後日本のメーカーと一緒に仕事をするということになっても大丈夫ですね。マシンのフィーリングを日本語で伝えられる。素晴らしいですね。さあ、それでは、ギアを取りましたらですね、インタビューしてみたいと思いますけども、さあ、もう顔つきが F1 ドライバーだ。あ、ミカが何か話しかけてますか。どうですか。あ、
ちょっとさあ、ミカ、あ、ごめんなさい、ジュリアンどうだった？すごく面白かった。面白かった。モンスターだった。モンスター？モンスター。モンスターだった。いやー、でも7速までギア上げましたか？使いましたか？はい、全部使った。もう全部使った。バイオレントだった。バイオレント、ちょっと暴力的な感じのね、あの雰囲気もあったと、はい、いうことで、さあ刺激的な走りを見せてくれましたジュリアン・ナンデス選手に大きな拍手お願いします。すごいね。ありがとうございます。ジャンプはどうだった？ジャンプはOh, with me it was okay, you know, it was just warming because yesterday I drove this car and I understand how fast it was, and I wanted to make sure he was not making any mistake because we are ready to thank the owner of the car who gave this opportunity for all the fans and to us to drive this car. Yeah, it was really good, and I think あの彼がとにかく何も失敗しないで走っていただきたいと思って、ちょっとあの、まあ、心配しながら僕も見ていたらちょっとゆっくりめで走ってたんですけれども、やっぱりここをね、あの車を貸していただいた、オーナーさんにも本当に感謝をしたいと思います。そのオーナーさんのおかげで、こうやってたくさんの方の皆さんの前で、まあ、ジュリアンが走ることができたというので本当に感謝です。ありがとうございます。はい、本当に幸せな親子ですよね。ジャーリーさん、そして、オーナーの方にもぜひ大きな拍手をお送りいただきたいと思います。素晴らしいフェラーリの、ね、あの2台をお持ちいただきました。本当にありがとうございます。さあ、もうそろそろですね、あのこのイベントもですね、終了の時間が近づいてきているんですけども、今日皆さんご登場するのはもうこうやってね、グランツのご登場の最後かと思います。一言ずつ簡単にメッセージをお願いしたいなと思います。じゃあまずは三田ハッキリ選手からお願いします。はい、そう、大変します。どうもありがとう。First of all, it's been really great to be here, and I don't find enough words to find how impressed I am with all the fans here in Japan. It's always been great, and always will be great. Let's just hope that this season going to be definitely very exciting for Formula One, guaranteed. Let's of course hope that McLaren and Honda will go flat out and they will find all the problems that they will be able to get the great results. And thank you very much. See you soon. 本当にね、今回は皆様にお会い、あの、会うことができて、お会いすることができて、本当に感動しました。本当、このたくさんの方がまだ僕のことを覚えていただいて、感心していますし、本当に最高な、週末となりました。そして F1 に関しては、今年こそ、マクラレホンダが素晴らしい、結果が出せるように、彼らも一生懸命頑張っているので、僕も応援したいと思います。みんなも一緒に応援できたらいいなというふうに思っていますので、楽しみにしていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、See you soon という言葉が印象的でしたね。またすぐに戻ってきてください。お待ちしております。そして、ジャンさん、あの一言メッセージお願いします。今日はメッセージを。I'm Swiss. You know, I'm Like Mika explained, we're gonna be anyway the best ambassador for you guys, because the way you support and follow motorsport in Japan, it is something really unique, and we are very pleased to be part of this event, which is the presentation of motorsport in Japan. So thank you, Suzuka, and thank you, Japan. Yeah, 本当ですね。私たちはこのように皆さんの前で、もう世界で一番のファンの前で、このように世界にあるこのモータースポーツに貢献することができるのは本当に光栄なことでございますので、この場を借りて鈴鹿サーキット、そして皆様に感謝をしたいと思います。ありがとうございます。大きな拍手を送りください。また皆さん戻ってきてくださいね。そしてジュリアの選手、日本語で挨拶できますか？メッセージ。挨拶できるんですけど、でも ちっちゃいのフラージがこれは戻って難しい、準備できない。マレルノレに住んでる時は日本語全然喋れない、だから日本語結構弱くなってです。じゃあ英語で言ってもいい？ OK。 I want
to thank every one of you for being here. It's an honor to be back in Suzuka. For me, it's like a love that you're all giving me, warmth. And because I haven't achieved Formula One yet, but you guys are taking me as in I was your own family. So I want to thank all of you, and it's always a pleasure to be here. And I really love all of you guys.以上をもちまして、フェラーリ M1 カップ終了させていただきます。